あ、いけるいけたいけた。はい、もうこちらのロジオです。こちらの、みたいなミニフィグスポンジボブのやつなんですけれども、こちらは前回の動画で紹介しているので、ぜひぜひ見てください。というわけで今回はですね、こんなものを見つけてきました。コーヒー、コカ・コーラの桜味なんですけれども、あ、ちょっとこれ、あ、この安全ピンはついてきてないですよ。僕がただただつけただけです。なんでつけたかは後ほどわかります。これなんですけど、オリジナルテイストで、キャップもこんな感じでめっちゃかっこいいですよ。こんなね、缶みたいなコカ・コーラの桜味を今回、もうそろそろ春ということでね、まあ僕も入学ということでね。てか今日めっちゃ寒くないですか。あのこっちの方とか雪降っちゃってるんですけど、早速こちらをテイスティングしていきたいと思います。で、後半は全く違うことをします。わちぴーちょー、わちぴーちょー。あ、結構いいですね。ピンク色なのかな。え、なにこれ。え、全然コーラもっとピンクなのかな。え、待って、え、これ桜味とかじゃない。いただきます。あ、これ桜味じゃない。桜味ってお姉ちゃんから聞いて、ちょっとテンション上げてかかったんだけど、これ普通のコーラで、外側がなんていうか春っぽくしたりだけかな。本当に桜味とかだったら僕の味覚がめっちゃ悪いんですけど、普通のコーラ、まあいいです、全然いいです。まあ一応もう一個ネタがあるんです。ネタっていうかやりたいことが、さっき後半に全く違うことをやりますって言ったんだけど、これですね、この安全ピンなんですけど、まあね、サムネとかでも分かっちゃうかな。さっきこのキャップかっこいいねと言ったと思うんですけど、火が吹きます。はい、こちらのキャップをですね、今回缶バッチにしていこうかなと思います。なんとなく頭の中で構造は考えてきてるんで、早速その考え方でやっていきましょう。まずこのちっちゃい安全ピン、これは缶バッチから取り出しました。だいたいお前の幅なんでちょうどいいかなって感じです。で、このキッチンバサミみたいな強めのやつで、ちょうどこの真上のところを太い線を作りたいんで、で、こちらにも入れて、こうですね、入れます。折れないかな、折れそうだ、こうですね。そしたら同じような感覚で、まあ、ここはいずれ切ることになるんで大雑把でいいです。こんな感じで外周をね切って、なんていうか、タコさん風にね、こんな感じでタコさんするんですか。そしたらこの真上のここを使うんで、それ以外は全部切り落として、あ、ちょうどね、ここがミシン線ってなってるからパキパキ取れるかもしれない。頑張れば、お、取れる取れる取れる、はい、さっきみたいな感じで全部パキパキと取ったら、この周りをね、なんていうか押したり、こういうところで、こういうところで、ここで押さえたりしてちょっと整えます。そしたらこっから成功するかわかんないですけど、いけるかな。ここにこうやって折り込んじゃって、で、これをさらに折り込む。あ、いける、いけたいけた。もうこれで完成です。コカ・コーラ缶バッチの完成でございます。まあ、本当だったらもうちょっとペンチとかでここの外周をまあ整えたいんですけど、今ちょっとあの手元にそういう工具がないんで、後でちょっと訂正しますけど、まあ、こんな感じでね、かっこよくないですか。ちょっとここの試しに袖につけてみましょうか。こんな感じでくっついております。ちょっと後ろの安全ピンが見えちゃってるけど、そこら辺はもうちょっとなんていうか工夫をしていこうかな。だけど今でも割とねちゃんとくっついてるんで、ね、いいんじゃないでしょうか。というわけで今回はコカ・コーラの蓋を使って缶バッチを作ってみたという動画でした。皆さんは桜味なのか、ちゃんと見て買いましょう。
多分桜味じゃないと思います。桜味かな、わからないんだけど。最強今多い。